はい、リキズチャンネル始まりましたね、はい、今回ね、前回に引き続き、はい、ショベルのカスタムということで、はいはい、やっていきたいんですけど、もうすでにね、カメラ回ってないところでね、うん、あのキック、はい、キックペダルっていうんですか、うん、これ変えまして、はい、こんなもんはカメラね、動画撮るのもあれだったんで、うん、これを変えました、はい、こっちにね、真っ白に、白に、はい、とあとこのハイミットのペグ、うん、これもね、つけました。もともとここら辺からこう出てたんですけど、ちょっと高いやつに変えてやります、はい、はい、ということで、あれですよ、久々のね、バンビさんにね、はい、今日は行きたいと思います。ちょっとカスタムを飛び込みで行こうかなと思ってます、はい、はい、忙しいかもしれないけど、うん、はい、そんな感じでね、行きたいと思います。はい、違和感なんだけど、慣れてないからね。慣れてない、行きましょう。はい、はあ、痛え、はあ、いった、はあ、はあ、最悪だ。何、なんで、やべえ膝、やば、救助ってこういうことっすか。膝やば、やば、よっしゃ、やばい、かよ、なんで、なんで、急車ってこういうこと、マジ、おー危ないね、何、マジで痛え、なんか血出とるし、いた、
止まっちゃってさ、エンジンがで、キック蹴り直しとったらさ、うん、思いっきり膝蹴り入れて、うん、もう多分もうやばいと思う、これ。そう、ガチね。うん、マジでやばいと思う。膝もうだって、曲がらんもん、膝。そう、よう乗ってきたね、それで。ほんで、なんか絶対やばいと思って、うん、持っとったら、うん、ちょっと血っぽいのついてるし、血見て。本当に、うん、破れとるやん。破れとんのは最初からだけど。もう笑わせんなよ。ごめん。え、大丈夫？多分マジ？血？血出とる。多分 YouTube ダメだよ。え、大丈夫？やばい、マジで。うまく歩けんの？3回止まったで。マジ？やっぱ急車ってそうなんだ。え、大丈夫？マジでやばい。あ、すいません、ありがとう。絶対やばい。やばい。え、マジ？もうさ、冷やせと汗でさ、うん、超ベタベタなの。やばいよ、染みとるもん、血が。血、うん、マジ。なんで膝蹴り、どっか切ったんかな。かもしれん。あ、怖っ。ごめん、見して、ね、ちょっと待って。え、見して。いや、痛いから。いや、痛いからじゃなくて、傷見して。え、大丈夫？なんだこれ、こんだけ。ちょ、マジで痛いんだって。ちっちゃい、ちっちゃい、マジで言ってんだって。包帯買ってきたぞ。包帯っすか。おいいっすか、お願いします。何なの、こんなさ言って包帯。違う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 って、お前。お前だったら絶対もう泣いとる。俺でも泣きそうだった。で、ずっともた打ち回っとったで、ずっとしゃがんで。は？いやいや、マジで。こう外傷はこれだけど、結局思いっきり膝入れとるから、エンジンに、うん、ショベルのエンジンに膝入れとんよ、これ。つかないですもんね、もう。違う。ついてるないじゃん、全然。うるせえ。包帯買ってきてあげてください。マジで。いや、もう絶対よりやばいと思ったもん。1センチほどの擦り傷。じゃあやめろ。マジで痛かった。しかもさ、なんかさ、つけたって言ってさっき言ったけど、もうナットとか飛んでっとるし、なんか歪んどるし。本当だ。なんか純正ですか。純正がいいっすか。あー、がもうちょっとシンプルなアルミっぽいやつ。いいんでもいいし。最悪だ。やっぱ安物ダメやね。安物なんだ。2000円ぐらい。え、エンジンの何しんった？いや、タイヤ交換と、ちょっとファンネルに変えてもらおうかなと思って来たんですけど。ちょっとな、ま、周り見て。はい。いつも違ってな。拒否っすか？手汚れる。旧車やっぱ汚れるっすか？マジっすか？ここはもうクラブスタイル。あれ、店間違えた。あれ、じゃあお帰りください。あ、そう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。で、お願いしますや。ね、タイヤとどうエアクリ変えたいんですよね。なんかファンネルなんですか、あれ。みんなつけてないんですか。まあまあ、ファンネルつけるかも。 なしでもいい。ファンネルあったらいいですね。うん、そうですね。じゃあファンネルがいいですね、タイヤと。うん、いいですか。ちょっとびっくりしたね、さっき。どうしたと思った。周り見てみろっつって。確かにと思って。タイヤ在庫あります。あるよ、エーボンで。あ、それがいいです。ちょっとこんなに分厚くないですよ。うん、タイヤを違うタイヤに変えて。あとヤクリと動画で変えるから。S&S を変えるの？ S&S を S&S にする？ S&S ですか？変え見ていいですか？楽しそうな。おお。じゃあこれに変えますか？細くなるんだ。だいぶ細いね。全然違う。違うよね。肉厚な感じじゃなくなる。全然違うね。ね。ザ旧車って感じですか？オトレちゃんのスポーツと同じタイヤだよ。ああ。へえ。まあちょっとずつね、カスタム。はい。いや、楽しみですね。ね、楽しみだね。うん、だいぶ変わるんじゃない、タイヤが。全然雰囲気変わりますよね。ね。うん。
お願いします。え、来月ぐらい、今日ですか。できるわけない飛び込みで来て飛び込みで、はい、できないですか。では預かりですか。はい、ということで預かりみたいです。はい、はい、入院です。はい、ちょっと無茶はね、忙しいから。そうだね、本当に、うん、お願いします。お願いします。はい、ということで数日経ちまして、マフラーをねちょっと安くゲットしたんで、こいつも追加で持ってってつけてもらいたいと思います。というか今もう来たんですけど、おはようございます。マフラーが、マフラーをちょっとゲットして、こいつをちょっと持ってきますね。これです。短いパウコのやつも買ったんですけど、多分カゴいるんで。はい、本当ですか。てかタイヤ変わってるじゃないですか。なんかちっちゃくなりましたね。あ、で今キャブですか。コース今触ったけど、ほぼ破れかかっとるんだよ。マジっすか。ちょっとわからん、とりあえず今じゃあキャブやめて、はい、マフラーセッティングしたのか。あ、いいですか、うん、お願いします。多分スカンとしたらリアバンクだね。はい、前は行ってそうですね。大概はちょっとけど、はい、むしろキック用とかはあるからちゃんと。あ、そういうことですか、うん、だってそれへこんでますもんね。無理くりつけたんだろうな、これ、うん、すいません。やっぱタイヤいいっすね、旧車っぽい感じが。うん、俺もショベルの時レーザー買いとったしな。あー、2階にあるやつですか。そうっすね。おー、インカなんか全部ダメ。あ、お、ギリギリアウト。ギリアウトっすか。多分今まだハイレキトラウンで、はい、こっちのキックカバーとのクリアランスギリだし、はい、ウインカーの位置は変えなかった。あ、マジっすか。溶けちゃうんですか。当たっとる。あー、なるほど。で、今マフラー下向いてるから、これ、本当はもうちょっと上げたいので。あ、じゃウインカーを変えれば、ウインカーの位置変えればいけるっすか。ただ、これでキックペダルをもう一回避けるかどうか。あー、そういうことですね。旧車って大変ですね。まず、ポン付けはないからな。はい、ていうか、そもそもこいつの何ですか、サポートっていうんですか。こいつの位置が合うか分からないですね。分からない。じゃあちょっとさらに預かりですね。まあ、もう加工がなきゃこう仕入れとるんですね。はい、マフラーとドキニットのドキニットだけなんで、うん、まあ、ちょっと待って。じゃあお願いします。いいよ。はい、ということで、はい、トベルね、うん、出来上がったみたいなんで、うん、こんな寒い中ね、寒いね、乗って帰りますか。はい、楽しみより寒いが買っとる乗りたくないね。タイヤ交換とマフラーね、追加で持ってったから、うん、あとファンネルね、うん、あ、出とんね。出ますね。出てます。こんにちは。こんにちは。やってますか。もう閉める。もう閉める。結構変わりましたね、雰囲気が。タイヤも多分偶然だと思うけど、はい、マニター全部かけ直しとるんですよ。はいはいはい。その時にセッティング出す時に何か調子悪かったで、はい、点火系もリフレッシュしてる。あ、本当ですか、うん、ありがとうございます。そしたら、とりあえずはいい感じです。やっぱね、何でもお任せしてるんで。そうだね、はい、どうタイヤ。前もっと肉厚だったじゃん。うん、覚えとらんでしょ。いや、覚えてるよ、わかるよ。ちょっとやっぱすっきりしますね、うん、ちっちゃくなったというか、後ろもこれね、後ろはちょっと肉厚ですね。前のとあんま変わらないかな。あー、変わんないですか。うん、これですよ。あ、剥き出し系ね。剥き出し系ファンネルにあの S&S のちょっと大きいやつ、うんうん、ティアドロップっていうんですか、はい、あれからとマフラーね。はい、これがだいぶ変わったね。変わるね、うん、変わるけどさ、うん、あれよね、浮いとる。ピカピカだもんね、マフラーだけ。本当はステーとか作った方がいいんだけどな、はい、あ、ここのっすよね、うん、ちょっとステイが噛み合わせが悪くて、うん、安物でマフラーも、うんうん、作った方がいいって話だったんだけど、うん、いや、とりあえずつってなるほど。まあ無理くりやってもらった感じです。まああれだね、この今は浮いとるけどさ、うん、これごっそり変えていくじゃん、こういうとこも、うんうんうん、そうなるとちょっとずつ合ってくっすよね、メッキ入れていけば。まあでもちょっと手探りなとこあるんで、ちょっとずつ。フロントもちょっと41買っちゃって、うん、
今うちパンパンですけど。あ、ほんとっすか。街です。はい、ワイドの41で、で、21インチの買ったから、ホイールをね。まずですね。ちょっとショベルをあるじゃないですか、上に。あ、俺ね。はい。ちょっと見ていいですか。ショベルあるんですよ、上に。師匠の、はい、渋いショベルが初公開ですね。初公開ですかね。僕撮ったことないですよね。なんでお尻に隠しとんの。てか2回初公開だ。いやいや、そんなことない。あー、渋いっすね。渋くない。おー、渋いよね。タビサビや。それは俺こうと思う。確かにね。いや、まあハーレーでいう旧車でいうサビサビはいいんじゃないですか。わかんないですけど。すごいいいですね、これ。ピカピカで磨けばなります。俺のやつさ、くすんでんじゃん。そうかね。全然違うよ。違う、こういうスタイルもね、かっこいいよね。うん、別物だね。もう別物だね。うん、ほんとなんか自由ですね、いろんなスタイルがあって。うん、だから見すぎてブレるのもよくないから。あー、これやばくない。見て、チェーンだ。チェーンでさ、うん、ほんとだね、溶接してあるんだ。すごい。こっちもこっちもだね。ステップか、触っていいすか。ステップ、すごっ。足の線、後ろの線やばいやん。すごいね。足の線、こう、あ、そこ持つのですよね。へえ。前の人がね、やばいじゃん。いいっすね、ディジット。あ、ディジットか。本当だ。パフォーマンスはやっぱ合うやつと合わないやつありますか、見た目が。まあ、昔はパフォーマンスがっていうのがあったけど、はい、今こうやって復活させるときはブレードつけるか。マジっすか。え、復活させましょうよね。一緒にちょっと走ってくれます。これなんですか。これ、あ、これマグですか。うん、モーリスのマグネット。マグネット、モーリス。これあるとバッテリーいらないですよね。うん、そいつだけでバイクが動くから。なんかお高いですよね、これ。うん、なんかもうちょっとビレットっぽいやつになっちゃう。ああ、こっちのカムカバーみたいな。ああ、そっちですか。うん、あ、そっかそっか、そこがセットです。スプリングがいいな、これ。ちょっと憧れあるよ。そのフロントじゃない。そう、2本ある。すごいね、これ。今日も雨降りそうなぐらい曇っとるね。ね。いつも曇っとるな。うん。まあ、行きます？ずらかる？ずらかるか。ずらかるんで。ありがとうございます。ありがとうございます。これ、あの、服もレザーだったり、うんうん、ね、今の季節、ちょうど、僕も着てるんだけど、CWU っていう。はい。あったかい、イケてるジャンバー。ジャンバー、おじさん、おじさん。アウターがあるんで、アウター、あの、気になった方はね、うん、直接足を運んでいただいて。そうだね。はい、買ってください。はい、いいよね、これ。うん、いい、あったかいんでしょ。あったかい、なんか発熱するんですよね、中の生地が。インナーの生地がな。へえ。あったかいの、マジで。うん、ちょっと渋いじゃん、しかも。うん、かっこいいね。ずら、ね、かるか。はい、ずらかりましょう。あれだね、マフラーとかさ、浮いてんじゃん、うん、だからさ、髪の毛と一緒よね。ロン毛にしたいけど、うん、途中経過ちょっとダサい。あー、なるほどね。そういう、じゃないですか。まあまあ、髪の毛伸ばし中みたいな。うん、わかるわかる。中途半端な長さ一番嫌だな。そう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 、うん、な感じです。なるほどね。なんで、ダサいとかやめてください、コメントが。傷つくんで。そうだね、途中だからね、まだね。途中、まあ、ある程度行ったら一気にごっそり行くけどね。あ、そうなんだ。うん、お願いします。エンジンかかるかな。はい、4点です。
母さんに行きました。え、トレちゃん今日大蔵大臣でしょ師匠師匠